トラボプロストは、眼下領域で使用されるプロスタグランジン F に、アルファアナログで、緑内障の進展阻止や抗眼圧症の管理に用いられる。流出路からの防水排出を促進することで、眼圧を降下させる。アルコンからトラベタン及びトラベタン Z という名称で発売されている。副作用として以下のものが知られている。点眼後に余分な薬液を拭き取ることで、目周囲への色素沈着やまつげの老化が軽減されるという調査結果がある。タフルプロストやラタノプロスト、トラボプロストのようなプロスタグランジン F に、アルファ誘導体のエステルカプロドラッグは、点眼後に代謝を受けて、プロスタグランジン F 受容体のアゴニストとして作用する。これにより、主経路、または副経路からの防水流出を促進し、眼圧下降作用を示す。トラボプロストは、角膜から吸収され、下水分解を受けて、トラボプロスト酸となり、効果を示す。点眼後1から2時間で、最大濃度に達し、半減期は 1.5 時間である。血中では、急速に代謝され、25ピコグラム、ミリリットルを超えることはない。酸性元は、ベータ酸化により代謝される。別の側鎖では、ヒドロキシ元が酸化され、二重結合が隣に移動してゆく。トラボプロスト酸及びその代謝物は主に腎臓から尿中に排泄され、半減期は45分である。トラベタンの 2.5ml 点眼容器。ありがとうございます。